パバーヌは16世紀のヨーロッパに普及した行列舞踏である。パバーヌの賢まった行進は厳粛なスペインに影響された16世紀イタリアの宮廷作法に似つかわしく、パバーヌはスペイン起源の仏曲なのかもしれないと想像させるが、パバーヌの名称の由来は未だに諸説に分かれている。そのうち一つはパドバの踊りの天下とするもの、もう一つは一列に並んだ女性を、 苦弱の尻尾に見立てたとするものである。パバーヌは、イングランドやフランス、イタリアのナンシ南ンに登場し、より生き生きとした舞曲ガイアルドと、しばしば体にされている。また、パバーヌという語は、ダンスを伴奏する特定の音楽を描写するのに、使われた。1630年代半ばにダンスそのものは、時代遅れになり、ルイ14世の宮廷でパバーヌはアルマンドに追い落とされたが、 曲としてのパバーヌは数百年にわたって生き続けてきた。ダンスとしてのパバーヌはしばしば一組のカップルの行進の意味で使われている。アルボーのフランス語のダンス指南書、オルケゾングラフィによると、パバーヌは王公貴族のための踊りで大抵即席の舞踊であり、踊り手は自由自在にステップを飾り立てることができた。 イングランドの資料によると、パバーヌはいくつかの拳ごとに組み分けされた単純な部曲で振り付けられている。イタリアの文献によると、パバーヌはしばしばかなり手の込んだダンスで、ガリアルダなどの部分が続いた。パバーヌに使われたステップは、現代においては、時折結婚式場でのためらいの足取りヘジテーションステップに見ることができる。エリザベス一世は、ガイアルドと並んで、 パバーヌに偏愛を示した。このため、道場王が主役のキース・ロバーツの1968年の SF 小説はパバーヌと題されている。近現代で曲名にパバーヌを用いた主要な作品としては以下の例がある。ありがとうございます。